今日も全力ぶっちぎりマキピロくんでございます。今回はですね、海域1、アポストロス、バレン&レンツ、こちらの攻略解説の方していきたいと思います。まず攻撃力とか、ステージパーティーの情報などは、上に表記してあるので、よければ参考にしてください。基本的に、ワンパン攻略の、紹介になります。で、初手できればね、この下の真ん中のやつにゴンってはめるのが一番ベストなんですけど、ちょっとね、初期配置によってちょっと入れにくかったりとかするので、そこだけね、ちょっと注意してください。別にまあ、あれを無視して横とかね、左右、階段地でコンコンコンとね、上に上がっていくような形で弾いてもらっても全然問題ないです。で、ちょっと、いろいろ紹介したいと思います。まずアポストロス全般、リタイアや負けてもクエストは消滅します。あとお宝釣りの宝箱の効果やスポットの手法が効果的になります。あと、お宝釣りの宝箱の効果ですね、ホストの効果が適用されます。そして宝箱の2倍の効果が発動している状態でゲスト参加すると、確かね、効果が適用されずに消えたと、そういったね、記憶があるんですよね。これね、ちょっと間違ってたら、教えていただけると助かります。当てたら、あ、その通りだよって、まあ、それも言ってくれると非常に助かる。そしてステージの情報です。 HP 増、つまり HP が高いほど攻撃力がアップします。逆を言うと HP が低い状態だったら正直削るっていうのが難しいです。攻撃はね、あんまりダメージ入んないです。で、あとハートなし、まあ、ハートなしとはなってるんですが、普通にね、外に今剣が湧いたみたいに、あんな形でハートが湧かない、ああいう形でハートは出ませんよということですね。あとマップクリアの HP、 こちらが回復なしです。なんでなるべく HP が高い状態でステージを抜けていくのが必要になってきます。普通ね、クリアすると HP 回復するんですけど、それがね、今回ないといった形なんで、まあ、しっかりね、このセンサーに触れて HP を回復していくといった形になります。あとバレン&レンツの弱点、ボスですね、ボスの弱点はダメージ9倍となっております。で、回復手段なんですけど、弾とか天使、まあ、ここは天使ですね、基本弾だと思うんですが、倒してしまったりゲージを切らなければセンサーが出て、こちらですね、触れるとハートを出すといった形になります。で、ここの攻略なんですけど、基本的に真ん中のやつ、この2体がですね、真ん中の2体がターンがね、1ターンなんですよね。他のキャラクターで、端っこにいるキャラクターに対しては全てね、2ターンになってます。だから基本的にはこの真ん中のところを初手でゴンって入るのが一応セオリーなんですけど、まあ、配置的にちょっと難しかった。だから、1体だけでもね、潰したといった形になります。で、この状態、今 HP が減っている状態で真ん中ゴンって入っても、まあ、残ってしまったりとか、あともう一つは、マーカーに触れてないので HP がね、回復できない、 HP が危ない状態で、しかも残ってしまうと、もうその時点でね、ちょっと罪っていう形になっちゃうので、ここはHP を回復させる、センサーをなるべく触れて HP を高い状態を保った状態で、暴れるような、ね、形で弾いていくしかないと思います。で、篠田がね、レーザーストップ持ってるので、ここではですね、このレーザーストップがかなり有効的になってきます。まあ、こんなね、1体とかになってくると、もうここまでね、いけばね、かなり安心です。はい。で、まあ、こういった形で HP を、ね、高い状態を保って攻略していく。あと天使とか、弾のゲージをね、なるべく切らない、ディレクションガードだっけ、あれがあるので、まあ、なるべくね、弾と天使のゲージを切らずに弾いていくっていったのがね、必要になってきます。はい、ボス戦です。この動画では篠田でワンパンします。ただすごい最初に言うの忘れましたが、ちょっとですね、運極ボーナスの方で篠田のストライクショットが満タン状態です。2段階目のストライクショットで、ちょっと今回、紹介したいと思います。で、今みたいな形で、まあ、基本的にね、こういった階段といったね、技をね、ここは多用する場所です。で、ネクロンをまず処理します。で、このポルトスがキラーL だったかな、 EL だったかな、まあ、とにかくキラー効果でこのネクロンのね、処理をしやすいっていったところがあります。双葉ちゃんもファーストキラーとかね、まあ、下にあればダウンポジションキラーとか超アンチワープとかね、攻撃力が上がるアビリティ結構持ってるので処理しやすいです。はい、ということで、ここでストライクショットを打ちます。で、篠田のストライクショットは最初に触れた敵に対して、追撃を行うといったものなので、まず触れる、あと HP をね、なるべくマックスの状態に持っていく。まあ、篠田だったらおそらくね、よっぽど、
弱点殴んない限り潰しちゃうとかねあんまりないと思いますが、ちょっと、ね、一応気をつけてください。はい、こういった形で、ワンパン攻略ができます。これがね篠田のワンパン攻略の方法です。はい、先ほどはですね篠田のワンパンの攻略方法を解説したんですが、今度はですね双葉ちゃんでもワンパンすることができます。で、後で双葉ちゃんと、篠田の比較で注意点がねいろいろ違いますので、まあ、そちらの方でねちょっと詳しく紹介したいと思います。で、双葉ちゃんも全然ね、ワンパンできるので、まあ、どちらかというと両方編成するのがね一番ベストのような気がします。で、双葉ちゃんのストライクショットを打つ前に注意点、まあ篠田に至ってもそうなんですけど、球のゲージをね、切っとかないことっていうのも、ファーストキラーを当てて、なおかつ、なるべくねこうセンサーに触れて HP を高い状態にした高い状態でこの最終モーションの移打点、こちらにね入っていきたいんですよね。で、これでワンパンすることができます。気をつけるべき点とかねちょっといろいろありますので、今からそちらの方の説明の方をしていきたいと思います。今からですね篠田と双葉ちゃんどっちがいいのかとかね、その場面場面でちょっと違うので、ちょっと説明の方をしていきたいと思います。まあ、篠田の特徴としては上に書いてあるので、まあ、それ見ていただければいいかなと思います。で、注意点の方は、状態異常底力とかね紋章が必要かもしれません。2段階目のストライクショットじゃないとちょっとね残っちゃったりとかすると思います。もう一つ注意点は、開幕で打つとアンチワープのね攻撃力アップが乗らない。これ、まあ、これ双葉ちゃんに至ってもそうなんですけど、ここのボスのところではワープがね6個展開されてます。つまり攻撃力が 1.3 倍上がっている状態です。しかも今状態異常底力も入っているので、状態異常底力とこの超アンチワープの、攻撃力アップが乗った状態でストライクショットを打ってます。あと最初に触れた敵に追撃、つまり最初に触れた敵、まあ何も触れない状態は、停止した時に一番近い敵に対して飛びます。ということは最初に触れない場合ね、弾とかにストライクショットを打ち込んだりとかする危険性があるので、まあ、篠田の場合はとにかく最初に触れておくのがね一番ベストだと思います。基本的には雑魚処理をしてボスに当ててセンサーで HP を高い状態で最後の追撃を打つといった形になると思うので、まあ、そこだけね注意していただければいいと思います。はい、双葉ちゃんなんですけど、まあ双葉ちゃんの特徴についても上の方にね表記してあるのでよければそちら参考にしてください。ただね注意点がいくつかございます。弱点が下にある場合ワンパンが可能です。つまり弱点が右と下とね2箇所になるんですよね。で、そこだけねちょっと注意してほしいかなと思います。あとファーストキラーが乗らないとワンパンできない可能性があります。これね視聴者さんが紋章をつけたらねいけましたって言ったね情報をいただいたんですが、ちょっとね過激どれぐらい持ってたのかとか、ちょっとそういったね数値の方がちょっとわからないので、ちょっとはっきりしたこと言えないかなと思います。まあ、詳しくはゲームウィズのお手さんがおそらくワンパンラインをねゲームウィズの方に掲載してくれると思うので、そちらはねそちらが出たら、そちらの方を参考していただくのが一番確実だと思います。あとは足が速いのでファーストキラー入れた時にちょっと薄めとかに弾いて弱点ドドドンって殴ると、この自強化の倍率とかの具合で先にモーションに入る前にねボスを倒してしまうといったねそういった事故が起こる可能性があります。だからねそこだけ注意してください。どうしても双葉ちゃんでワンパンするんだと、確実にワンパンしたいんだといった場合は弱点露出その辺してあげると楽にやることができます。まあ一応キャラクター出しておきますけど、まあちょっとねこの前コナン君で出てた、こいつとかね、弱点効果アップのあと、弱点露出になります。ただ継続ターンがね一ターンなんで必ず双葉ちゃんの前に編成する必要がある。SS ストライクショットを使う双葉ちゃんの前に置く必要があるのでそこだけ注意してください。他にもですね一応、弱点露出のキャラクターとかいるので、よかったらね、そういったキャラクターで、双葉ちゃんのサポートをしてあげてください。はい、じゃあね、結論どっちがいいのかっていうことなんですけど、まあどっちもですね欠点利点があるんですよね。だから一番いいのは双葉ちゃんと篠田を一緒に編成する、そして場面場面に応じて、まあ、双葉ちゃんが打てないのであれば篠田を打つ、篠田が打てないのであれば、双葉ちゃんを打つ、まあそういった形で、まあ、篠田の場合はストライクショットがね溜まるまでにある程度ターン数が必要なんで、そこら辺をね2体編成することでこう使い分けていく、これがね一番安心だと思います。よければ参考にしてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。以上マキビリョ君でございました。あばよ。